こんばんは、6時のニュースをお伝えします。結婚していることを隠し4人の男性から現金約1000万円を騙し取ったとされる女の事件ですが、未だ足取りはつかめていません。最後に目撃情報があった茨城県取手市に桜アナが向かっているみたいです。桜アナ。はい、こちら現場の桜です。たった今警察から目撃者による犯人の似顔絵が届きました。その似顔絵がこちらです。警察によりますと、女は関東圏のお見合いパーティーに複数参加し、親密になった男性に対し、借金がなくならないと結婚できないと男性を騙し、4人の男性から約1000万ほどを騙し取ったことが分かっています。現在女は逃走しており、警察は行方を追っています。さくらアナ。はい。その似顔絵あなたにそっくりじゃない？え似てないですよ。めっちゃめちゃ似てるから。似てます？こっちの女の人にも可愛くないですか？似てます？そういうこと言ってるんじゃない？似てないけどな。だってこんな私絶対男の人なんか騙せないし、1000万も無理ですよ。そこまで言ってない。似てないですって。もうやめてくださいよ。似てるねって話をしてるんです。だって綺麗系可愛い系どっちもいけそうじゃないですか。私だってこんなんできないですし、こんな似てないですよ。やめてくださいよ。もう無理だって。何が？いや何がっつってんだろ。福山。ああすいません、失礼しました。先ほどの、似顔絵と同じ方をもし見かけた方がいましたら警察に通報お願いします。あいつしかいねえだろ犯人。いや福山、さくらなではないと思います。以上。